本日のご来店ありがとうございます。中村雄一と柏俊樹のヒーローズカフェ始まりました。またまたズマ様に、ズマさんに来ていただいているわけですが、はい、たくさん呼んでいただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。この番組のね、はい、あの趣旨といいますか、はいはい、お悩み相談というのがあるので、はいはい、ちょっと実は虹色侍ズマ君からもお悩み相談が言えるやつですか？これいやギリギリ言えるギリギリ言える何だろう。え、何に悩まれてるんですか？好きな人ができても、うん、物にできないっていう、ね、あまりアピールできないとか。あ、そうです、そうです、そうです。へー、なんか意外ですね。ですね。そんだけ表現バーンって出してるじゃないですか。いや、もうだって断られないですもん。表現できるのはお客さんだって別に帰らないじゃないですか、ライブとか。なんで好きです、みんな大好きだとか言いますけど、普通に。でも、いやちょっと無理ですとかないじゃないですか。確かにないですね、ライブ中にね。イエーイがもう約束されてるんで。そうですね。お前ら東京とか言ってもなんかごめんなさいでないそうか、そうだね。いやでももしかしたらありそうですけどね、これを見た人が確かにちらほらこうごめんなさいって来たら、はい、ヒーローズカフェ見たなってモテた経験ないんですよ、中高、小中高で。イケメンとかやったらもうモテる、言い寄られることもあるし、うん、その自分の好きな人が別にその興味がなくても振り向かせられるというか、なんでよく行くなっていうか、そう、はははなんでそのアピールしたいけど怖いし、デートとか誘えないし、うん、でも僕は今話聞いてて、でも相手の方もなんか分かんないのかなとも思いますね。そのじゃあズマさんが好きな方がいらっしゃるとして、うんうん、でもその相手の方もなんかこうズマさんの気持ちが多分伝わらないと逆にこういけなかったりするのかなと思う。確かに、いやそうだと思います。ちょっともう一つ、もう一歩何かこうね、好きだ感が伝われば、なんかどんどん踏み出せるのかなっていうのは。じゃあそれが言えないけど即興の歌だったらそういう言葉は出せるじゃないですか、うん、歌で表現してしまえばいいんですよ。ミュージカル映画みたいなね、はいはい、いきなりちょっと待って歌っていいかなって言って、いやそれだったら毎回ヨスがいるときにねそう出てくるね、じゃじゃじゃん誰かいるんでね、ギター。女性事情全部バレるってことですか？ズマは今日こいつ好きなんだよ、好きな子のことを思って曲を1曲書くとかはできるんですけど、聴かせるっていうのは多分別かなっていう。もうちょっと過程があった上で、最終的に歌だったらまだなんかいいかもしれないですけどね、初っ端から歌われたらちょっと聴いちゃう場合もありますね。告白するより割と勇気いる。そう、じゃあそのご飯とかも誘え、ご飯は誘えるんですよ。あ、誘えるんですね。ご飯行きたいとこあるからって、はいはいはい、でマジでご飯食べに行くと思ってるから、こっちが好きなことは絶対わからないんですよ。でもそのやり取りとかは直接じゃなくても文章で LINE とかで、それで 何かそういう好意を持ってますよ的なことは伝えれない感じですか？いやマックス言えてめっちゃ楽しかったとか、なんかマジで楽しかったぐらいで、なんか多分最初が肝心じゃないですか。うん、最初からちょっとなんか遠い感じだと自分的にも行けなくなっちゃうのかな、うん、自分で距離作っちゃうから自分も行きづらいから、最初からそのテンションだったら言いやすいのかなみたいな。ああ、でもそう、空っぽで言っちゃうから、その後なんて言ったらいいのか、だそう友達に一回相談したんですよ、はい、そしたら、はい、いやタイプやとか伝えたらいいねんって言ってくれて、はいはい、めっちゃタイプやねんって言った後に、はい、なんてその次言おうっていうか、もうそのワードしか知らないから、なんか使えないっていうか、それを使うことタイミングが分かんないっていうか、あ、また元の自分に戻っちゃうんですね、一回引いちゃうんですね、自分でも。めっちゃタイプやねん、マジかありがとう、終わっちゃうんだ終わっちゃうのか
そうやね、ほんまにタイプやと思うねってタイプやねとか言って同じ、もう進展しない事実を事実に伝えたそう言ったぞ、言っただけみたいな何でもいいんですけど、僕思うのは多分用がなくてもおはようとかでもいいんだけど、常に連絡をするっていうのは結構重要なんだと思うんですよ。それ1日1回ぐらい送るってことですか？うん、好きならばそういうのをやっていくと直接会うよりかはやりやすくて、で向こうもあれ頻繁に連絡来るけどあれもしかして、はいはいはい、うん、あでも頻繁に連絡するぐらいはね、おはようとかでいいんだ。おはようで全然いいと思いますよ、うん、おはよう、今日めっちゃ天気いいなとか、うん、そうですそうです、うん、なんかその人を傷つけなければ僕はいいのかなって思ってて、うんうんうん、なるほどなるほど、今多分自分がちょっと嫌われたくないとか惹かれたくないなっていうところを多分気にしすぎてるのもあるのかもしれないなと思って。確かに、おはよう今日天気いいなって送られて、うん、怒る方がおかしいですもんね。そうそうですね、なんでこんなこと送ってくんねんっていうような内容を送ってたら、はい、ごめんなさいってなるけど、はい、なんか逆にその自分の方が、あこれ送って帰ってこなかったらちょっと傷つくなとか、なんか気にしちゃう方もなんか先行しちゃってる部分もあるのかな。先行しますよね。気にしちゃったらでも何もできないんですよ。大人。そう、後先考えずにやっぱり動くことが重要。でもまあもちろんそう、人間ってそういう生き物なので。はいはい、もう関係なしにグイグイ攻めていって、それでものにできる人もいれば、それでうざがられてっていう人もいるし、多分でそういうタイプじゃないなら、そのズマ君が一番自然な方がいいと思うので、普通にこのコーヒー飲んだら美味しかったから今度一緒にこのカフェ飲みに行こうよみたいな。あそうなの、そんなに美味しいので、行こうって言ってくれるとこまで行って、うん、はい、行くじゃないですか、はいはい、でコーヒー飲んで実際美味しかったってなって、はい、そのコーヒーの後が分かんないですよね。おーでコーヒー飲みに行こうよって思うけど、コーヒーのコーヒー中に何を話すかなんですか。それ教えてほしいっす。ちょっとマジで、ま、進展させなきゃいけないですからね、はい、興味あるし本当に好きなんですけど、喋らないとって思ったら喋れないんですよ。じゃあ相手のことを聞くとかでもいいじゃないですか。何を興味持ってるのかとか、何が好きなのかとか、はい、確かに食べ物とか他で好きなの聞けたらまた誘えるっすもんね。そうです、確かにそうですね。もう無理やりにでも共通のものを探した方がいいかもしれないです。なんか一つこれ今好きなんだよねっつって向こうに受け入れなかったら、もうそれはもうもういらない。もうそれもう流して、もう次何かハマるものをやっていったら、あこれハマったってなって、そうそうそう、じゃあこれなんか食べに行こうなり見に行こうなり、なるほど、遊びに行こうってなるじゃないですか。なるほど。いやなんか自分のことを喋ろう喋ろうってなって何喋ってるか分からない。自分のことはね、そんなに相手のことを聞いて、で相手のことを考えて、はい、相手のことを考えたそのデートプランだったりっていうのを、この人はこういう優しい人やなとかっていうのが一番のアピールにつながるかなと、はいはいはい、いやでもなんかマジで意外とちょっとそこ今ここまで話してもらったやつはできそうっす。おお、じゃあこの番組で密着していいですか。えずっとついていくの。なんかタイミングあればよそを出す。絶対来ないでください。なんで絶対そっち行くから。いい人じゃん、ここのカフェでまずコーヒー合わせたくないですよ。え何このイケメンと知り合いやんってなってどんどん紹介してって言われるだけ怖いです。ここは怖いです。間によそ挟むんで。間に挟めば大丈夫。ビビられるっすよ。でもなんか2回3回会いすぎたらダメみたいなのありますよね。まあでも確かに何回も例えば何回8回9回ってこう会っていって何も言わんと、うんうん、相手もなんでこんな遊んでんのかなみたいなからいつの間にか友達なんかなみたいな。いやそれめっちゃあるんですよ僕。どっちが先なんですか、これ告白してから手をつなぐのか、これどうなんですかこれ。あこれはねでもイケメンやからっていうのはちょっと関係してきますよ。これは自然とやってない、それ。一番参考なら怖い違う、もう怖い、分かんない、あんまりそういうの考えたことないんだ。そうですね、今これ考えてて、これ順序って、うん、これ何日何回目とかっていうことを聞かれた時に俺分かんないなって。いやきっと分かんない、勝手な目じゃなくて、女性が例えばデート何か誘ったとして、女性にで、うん、一緒に会えることになったとしたら、女性の人って多分ドキドキすると思うんですよ。今
今日会えるみたいな、自分俺が女の子と会える時に会えるぞ今日はってドキドキしてる感じを相手も持ってるとだったら多分何でも自然に行くと思うんですけど、なんかあそうなんやどんな人なんやろみたいな感じで来られたら、手繋いできたってマジかみたいな感じになるんじゃないですかっていう、ある程度いい空気感じゃないとちょっとやりにくい、そうですね、あってことはじゃあさっき好きな告白したよ、そういうことになりますね、でも最初に言うと重いかもしらんから、もしかしたら、ずまくんっぽくないかもしれんから、ね、ちょっとこう好意というかのタイプやねんとかって言えんのやったら、そのちょっとタイプやねんみたいなのを、まあ、そこは重くなく伝えて、今度ご飯行きたいみたいなのを言って来てくれるんだったら結構 脈ありかもしれない、自分の中でそのルールというか、あ確かにタイプやねんって言って次来てくれたらタイプやねんって言われてマジかそういう感じで見られてんのかって思ってないってことですよね、そう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 ですね、会ってくれるってことは、なるほどなるほど、マジっすか、あんだけ歌で、ね、表現できるな、ちょっとは思ってたんですよ、なんか50万人60万になったら、はあ、ちょっとなんかあのモテるんじゃないかと、ここにモテないですよ普通に何の関係もない他人同士で出会うっていう機会は別に前から増えないというか、むしろそのインターネットで活動してるんで、その今マッチングアプリとか僕が始めたら多分西野さんの妻なんかいいんだやってんのみたいになっても恥ずかしい なっちゃうよね、そうなんですよ、タレントやから、なんか別に恥ずかしいことではないんですけどね、だからその音楽で飯あのなんか世界を変えてやるぞって言ってんのにティンダーやってんのかみたいな感じはあるのかもしれないです、ただティンダーが悪ではないし全然まともなんですけど、大丈夫ですよこの番組で密着するんで募集をかけてあのズマ君とご飯を一回行ってみたいという好意を持ってる、そんなのいっぱいいますよ ねそういう方々にメールを送っていただいて、ヒーローやな、ヒーローですね、ヒーローっすねそれはそれできたらヒーローっすね、で今のこの悩みっていうのは好きな子がいてて思いを伝えたいっていう悩みなのか、はいはい、こう彼女が欲しいみたいな恋人が欲しいという悩みなのか、彼女は正直欲しいんですよ、はい、マジで欲しいんですよでも、はい彼女だなんか誰でもいいわけじゃなくて、そういう仕事の感じを分かってくれる人、だから彼女の活動を理解してくれる、そうそう、まずは出会った人に彼女になってくださいって言えるようになりたいなっていうところですね、でひとまずこれ番組としてはあの募集はかけますけど、うん、これちょっと本当の悩みなのでかけるんですね、あの、うん、ね、あのそんな撮影せずにあのメール来てこんな方いてるよっていう紹介をさせていただきましょう、すごいすごい番組ですねこれ視聴者の方もしかしたら私自信がありますっていう方もいれば、あの一回ご飯お食事妻さんと行ってみたいですとかっていうようなものをあの概要欄 あのいつものメールの方に、はい、送っていただいて、どういう方がタイプなんですか、お姉さん系、お姉さんざっくりだなお姉さんかわいいなズマくんって言ってくれるようなあちょっとキャパシティの広い自分にちゃんと自信を持ってる人、お写真も添付ファイルめちゃくちゃ全然書かれる、件名にはズマくん、恋人募集についてという件名を入れていただいて、はい、そうですね、メールを送っていただければ、はい、ズマくんに随時紹介させていただく、はい、名前と、はい、年齢と、はいはい、PR 文であとお写真、はい、どうしましょう02やったらそれはそれで事実として受け取ってもらってあのこの動画が公開されて1ヶ月とか そんなに期限持ってもらってますPR をあそうですね、PR かいやそういうことがパッとできへんからあかんねやろな、いやそこもいいところやから大丈夫、どうしよう、僕はなんかも飽きないんで基本的にあのずっとなんか物が飽きないんですよ、ラーメンとか食べても毎日ラーメン食べてるんでなんか飽きないんでなんかそうあのそういう多分一回好きになったらずっと好きなんでっていうのが自信なんですよ、であとあとバイクが趣味なんでなんかどっか綺麗な景色とかバイクで行くことができます、あとはカラオケ行ったら盛り上げれます。終わりっす。
もう結構真剣に本当にいや言葉を選んでめっちゃむずい、ね、めっちゃむずい、いやあんなに即興で歌えんのに見えちゃいました。だから、うん、多分こういう状況が女性と二人で、うんうん、なんでしょうね、緊張しちゃうあるのかもなって。こんなにしっかり相談乗ってもらえると思ってなくて感動してます。こちらこそ、こちらこそ、はい、そういう番組でございます。番組なんです。すげえ。はい、ということで、今回は日常の侍の、ゾナさんに来ていただいて、歌を歌ってくださって、そしてお悩み相談まで来てくださってありがとうございました。いや、とりあえずこちらも歌ってくださって、そして相談聞いてもらってありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今後とも、はい、まだまだあのテーマソングもありますので、はい、うわ、はい、楽しみに、本当にそれ、ね、皆さんもぜひ楽しみにしててください。はい、お願いします。お願いします。見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。